部分痩せはできませんが、部分太りはできます。食べたもので太る部位が変わるのはご存知ですか？部位別に太る食べ物をご紹介します。まず背中側から。肩が太るのはとんかつ、唐揚げ。背中の脇の下はドレッシング。背中は揚げ物、天ぷら。背中のアンダーはフライドポテト、ポテトチップス、コロッケ。外ももは脂質の多い肉類。お尻はドレッシング、ジュース、アイスクリーム、ドーナツ。膝裏はマヨネーズ。ふくらはぎは塩分。次に前側です。胸は乳製品。腕は生クリーム、バター、アイスクリーム、肉の脂身。お腹は米、パン、ビール。下っ腹はお砂糖、パン、米、甘いフルーツ。腰はクリームシチュー、カレーライス、ラーメン。前ももはうどん、パン、ケーキ、洋菓子。膝上はチョコ、クッキー、ビスケット。足首はアイスクリーム。さあ、心当たりはありませんか？お気を確かにお気をつけください。あと、顔が太る食べ物についてはコメント欄に書いています。本気で痩せたい方はプロフをチェック。